ロチャンネル。セミナーの最後には Q&A セッションも。大腸がんの代表的な遺伝子以外にもですね、やっぱりその、まあ、要するに遺伝子って設計図のところだっていうふうに私よく患者さんに言うんですけど、そこの設計図のどこかがおかしいから、まあ、あの細胞が分裂するアクセルが踏みっぱなしになったりとかブレーキがかからなくなって、まあ、細胞がどんどんがんになっていくんだよって話をするんですが、本日のテーマは大腸がんという形になっております。本日の内容は3本立てで、お送りしますけれども、まあ、大腸がんとはそもそも何なのかというところから診断に至るまでの過程についてはまずお話しさせていただきます。次に、大腸がんの治療について、私は腫瘍内科医ですので、まあ、抗がん剤治療を中心に説明させていただきます。そして最後3つ目に、まあ、お時間の許す限り、まあ、今後の大腸がんに対する、まあ、抗がん剤の展望という形でいくつかご紹介できればと思っております。ではまず1つ目のテーマから説明させていただきます。まあ、そもそもがんというものがどのような性質を持つものなのかというところからおさらいしますが、まあ、がんには勝手にどんどん大きくなるような自律性増殖で、周囲の臓器に広がる、まあ、浸潤、遠くの臓器に飛ぶ、まあ、転移、そういったものの性質がありまして、さらに進行すると正常組織の栄養を奪ってしまって悪液質といった状態になります。がんは原発臓器、まあ、要するに発生する臓器によって性質が異なるというふうに言われていますが、転移したがんというのは原発臓器のがんと同じ性質を持っていると考えますため、例えば大腸がんが肝臓に転移していた場合は、まあ、肝臓がんではなく全ての病変を大腸がんと考えて治療に当たるという原則がございます。昨今ですね、平均寿命というのが、まあ、医療の進歩で非常に伸びているというふうに思いますが、それに伴いがんはより身近な病気となってきております。最近の統計では、新たにがんと診断されるのは年間100万人ほど、そして、がんによる、まあ、死亡者数、そういったものは、年間38万人と最近の統計で言われております。まあ、このような背景から、私たちが生涯でがんにかかる確率というのは、まあ、このように半分以上というふうに言われており、半分以上というふうに言われております。今回扱う大腸がんに関しては、その中でも、まあ、頻度が特に高いものと言われておりまして、まあ、こちらは国立がん研究センターのがん情報サービスで、まあ、手に入ります、部位別のがんの罹患者数と死亡者数の一覧となっておりますが、大腸がんは、罹患者数は男性で2、女性でも2で、死亡者数に関しましては男性で、3位ですね、女性では1位という形で、まあ、いずれも高い順位を占めていることが分かります。罹患者数の推移としましては、男性は横ばいで女性は増加、死亡者数に関しては男性女性ともに、まあ、医療の進歩もありまして減少傾向となっております。なぜ私たちはそもそもがんになるのでしょうか。がんに限らずですね、全ての疾患というのは、まあ、喫煙とか食生活などの環境要因と、また親から譲り受けた体質である、まあ、遺伝素因、遺伝要因から成り立っています。がんは一部ですね、遺伝性の要因が色濃く認められるもの、そういったものもありますけれども、まあ、主に環境要因を含む多因子病であるというふうに言われています。このような背景から、大腸がんのリスクについても遺伝因子と環境因子の両方が含まれます。家族歴に加えまして、肥満ですとか、飲酒、赤身肉、加工肉の摂取といったものがリスクと言われていますし、予防に関しましては、まあ、効果があるものは運動ですとか、食物繊維を含む食品、コーヒー、まあ、ニンニク、カルシウム、まあ、そういったものが報告されていますが、まあ、多因子病であるという事実もありますので、その効果はまだ分かっていないということが多いわけでございます。大腸がんが発生する、まあ、どのように発生するのかというところなんですが、その一つに、いわゆる良性のポリープといったものから、まあ、がんになる、こういうアデノーマカルシノーマシークエンスという概念が主に提唱されています。いわゆるポリープの状態、腺腫という状況から、まあ、早期がん、進行がんというふうになっていくにつれて、このように、まあ、新しい遺伝子の変異というのが入っていきまして、悪性化していくという流れで、このようにどんどん大きくなってまいります。そのような大腸がんを私たちは早期発見できればというところなんですが、日本では、まあ、便潜血検査による検診というのが実施されています。検診は、まあ全国の、対象患者に幅広く行う必要がありますので、まあ、安く実施可能で、かつ、まあ、がん患者を見落とさない確実さというものが求められます。
日本では免疫法による、この2日法といわれるですね、便潜血検査が普及しておりまして、日本では40歳以上が推奨されております。便潜血検査が陽性となる患者というのは検診全体の大体5から6%といわれておりまして、そこから大腸カメラで検査を実際行うという形になるわけですが、その精査の結果実際に大腸がんが検出される割合というのは少し低くてですね、 0.1 から 0.3% というふうに言われています。検診としてこの費用対効果から便潜血が優れた検査ではあるんですが、がんでない人も多く陽性になってしまうということですとか、早期がんでは陽性にならないということもありまして、まだ課題も残されているような検査でございます。大腸がんがこのような形で疑われたときにどうするかということなんですが、まずはしっかり と大腸がんと診断をすることが大事になります。その後大腸がんがどこまで広がっているのかを示すステージというものを決定する必要がございます。この検査のために診断のために必須の検査というものは、この大腸カメラおよび CT 検査が必須になりますが、状況に応じてオプションとしてこれらの検査、ペット CT とか MRI、中腸造影、腫瘍マーカーなども適宜組み合わせて診断に使います。大腸カメラについてですが、全大腸および下位腸といわれる小腸の出口のところを一部中から観察できまして、このような写真のようにですね、特殊な色素をまいたりとか、最近はズームの機能などもついて、そういった技術の進歩によって、悪性度ですとか進行度の推定も内視鏡だけでもある程度は可能というふうになっています。で、一番の利点はやはりこの組織をつまんで生検ができるということでして、組織診断に回して腺がんであるということを確定すると大腸がんの確定診断となります。大腸にできた腫瘍であってもですね、稀に大腸がんではない、例えばリンパ腫とかそういった特殊な別の腫瘍であることもありますので、組織診はとても重要となってまいります。その上で、広がりを見るための検査としては、造影 CT ですとか、このペット CT、造影 MRI 検査がありますが、これらは、転移の検査ですとか、大腸がんの深さですが、周りの臓器にどのように浸潤しているか、広がっているか、そういった評価に行う検査でございます。さらに、腫瘍マーカーというのは補助的に使いますが、採血で確認する検査でして、大腸がんでは CEA とか CA19 の9、こういったものがよく上昇してまいります。この検査は診断の補助だけでなくて、治療に伴う値の変化も見ることができますので、治療効果判定補助にもなります。これらの検査を駆使しまして大腸がんの病名およびステージというのが判定されます。このようにステージがありますけれども、リンパ節転移がある時点で一応ステージが3になる。で、大腸と関係のない臓器の転移があると、ステージが4という形になります。で、このようにですね、0から4まであるこのステージをしっかり見極めた上で、それぞれに適切な治療法を選択していく流れになります。なぜこのようにステージを複雑にしなきゃいけないかと言いますと、正しい治療法を選択しやすくするためというふうになります。がんの治療の3本柱と言われているものがありますが、手術、放射線治療、あとは化学療法、抗がん剤ですね、そういったものが3本柱となります。放射線治療というのは、この直腸がんとか大腸がんの一部で併用することはあるんですけれども、単独では広く実施されているものではございません。大腸がんのステージごとの治療方針ですけれども、ステージ0から3および4の一部ですね、この遠隔転移層が切除可能という形になっているものに関しては、がんを消し去ることができるかもしれない、そういうステージでございまして、大腸がんでは、ステージ早期であれば内視鏡治療ですとか、それ内視鏡切除が難しい場合にも、外科的切除という形で、治療を行います。で、外科的治療を行った後ですね、術後の広がりが、このステージ2の、ちょっとハイリスクだというのは言われる症例とか、あとはステージ3全般に関しては、再発を抑えるための術後補助化学療法というものが有効と言われています。で、ステージ4のうちですね、この病変が広範囲に広がってしまって手術が難しいという場合には、遠くの目に見えない病変にもバランスよく効くといった抗がん剤治療を中心とした治療を行います。私は抗がん剤専門とする腫瘍内科医ですので、主に抗がん剤についてこれから掘り下げていきます。抗がん剤には目的に応じていくつかの種類が存在します。術前術後の補助化学療法に関しては、主に目に見えない残ったがんを制御するということで、再発の可能性を減らすということ、
もしくは、まあ、術前補助化学療法の場合にはさらにがんをちっちゃくすることによって手術自体をしやすくするといったことが目的になります。まあ、それに対して手術をするべきではない患者に対しては抗がん剤を行う場合には、まあ、このように元気に生きる時間を延ばすで、がんによる症状を和らげてあげる、そういったことが目的となります。まあ、前者は治療期間決まっているんですが、後者は基本効かなくなるまで続けるという形になるので、まあ、患者さんの生活のより一部になるという治療となります。で、抗がん剤の治療の目的というのは、まあ、こういった方針をしっかり患者さんと共有するということにモチベーションにも関わってきますので、私たちはしっかりと伝える必要があると思います。で、大腸がんでは補助化学療法に関しては主に、術後補助化学療法という形で実施するとお伝えいたしました。目的は主に再発率を減らすということですけれども、まあ、例えばステージ3の大腸がんに対して手術を行った場合には、ガイドラインで推奨されているですね、オキサリプラチンとフッカピリミジンというこの治療を併用することによって、まあ、無治療であれば 50% が再発するというふうに言われている中で、その再発の割合を、まあ、1割以上減らすということが言われています。まあ、しかし受けたとしてでも再発のリスクは完全に消えるわけではないということは注意する必要があるかと思います。まあ、ここで今まだ保険で使える検査ではないんですけれども、現在開発が進んでいるものということで一つ紹介させていただきますと、腫瘍、血中循環腫瘍 DNA といえば CTDNA といわれるものが最近開発が進んでいます。まあ、この検査は血液中に含まれる微小ながん由来の、DNA を特殊な方法で検出するとそういった検査でありまして、一般的にリキッドバイオプシーといわれる検査法の一つになります。主に日本で、大規模に実施されているこの臨床試験ギャラクシー試験というものがありますけれども、まあ、この結果を参考にすると、まあ、このように術後4週時点でこの CTDNA を取りますと陽性だった場合はですね、このように非常に再発の強いリスクであるということが分かっております。また CTDNA 陽性とこの陰性というふうに分けて、まあ、実際この術後化学療法が必要なステージの患者さんで本当に必要な患者さんというのが抽出できないかということで調べた結果では、まあ、陰性ではこのようにほとんど曲線が重なってしまって、まあ、そもそも再発の割合が低いということなんですが、陽性例に関してはしっかりと術後化学療法の効果が出ているというような結果も出ております。まあ、今後こういった、まあ、検査が、まあ、使えればですね、人でも、まあ、患者さんにとって有用になりますので注目されるような検査かというふうに思っております。次に、切除の難しい状況の患者さんへの抗がん剤治療ですね。よく私たちが私たちは消化器内科医のこの腫瘍内科医から経験するような、患者さんになりますけれども、そういった治療について説明させていただきます。抗がん剤は、まあ、基本生活の一部として効果と副作用のバランスっていうものを見ながら、まあ、続けていくという形になるんですが、まあ、実際このように一時治療という形で、まあ、最も効果の高いと言われる薬剤を選択しまして、まあ、このように効かなくなった、まあ、副作用が辛くてちょっと続けられないと、まあ、そういった理由に応じましてこの2次治療、3次治療、4次治療という形につなげて継続していきます。まあ、大腸がんでは口述いたしますが、フッカピリミジン、オキサイプラチン、イリノテカンといったもののうちの2剤もしくは3剤にこの分子標的薬、分子標的薬でプラスアルファを加える治療を1次2次治療で行います。その後トリフルリジン、チピラシルやレゴラフェニブという薬剤を用いた3次4次治療というものにつなげていきます。まあ、これらと同時にですね、初期の方から症状をしっかり取ってあげる緩和ケアというものも併用してまいります。それでは実際大腸がんで行われる抗がん剤について一次治療の薬の選択を中心に説明していきます。まあ、決定にはこのように3つのステップがありまして、元気度の評価、どのぐらい患者さんが元気なのかで、遺伝子ですね、がんの細胞の設計図というふうな表現をしますけれども、この遺伝子について代表的な4つの遺伝子変異の評価を行います。そして最後にこれ面白いんですけれども、大腸は右と左どちらから出てきたものかということも治療の方針の方に関わってまいります。まあ、順番に各ステップを見ていきましょう。まずこの元気度の評価というところなんですけれども、まあ、抗がん剤の目的は重ねてお話ししますけれども、がんをちっちゃくする、薬期になってちっちゃくすることというよりも元気に長生きしてもらうことになります。これは当然副作用による影響というのも生まれます。なので、まあ、がんを抑え込む治療効果というのももちろん大事なんですけれども、治療は生活の一部としてずっと続けていくことになるので、まあ、副作用ですか通院負担そういったものも加味して、まあ、総合的に元気で長生きできるようなそういうバランスを見出すことというのがこのように重要になってまいります。治療にどこまで耐えられるかというのは当然年齢とか、まあ、その元気度合いで個人差があるんですけれども、まあ、担当医と相談しながらその線引きをしっかり決めてですね、毒になりすぎないよう調整しながら進めていくことが非常に大事になってまいります。
それではバランスがいい治療ができるように、この元気度を評価するための指標というのはどのようなものがあるんでしょうか。一つは、簡便な指標として私たちは ECOG パフォーマンスステータスというものを用います。でこのスコアですと、この日中 50% 以上をベッドか椅子で過ごさなければならない体調であるというのが、いわゆる PS3 という状況になりますけれども、まあ、それ以下、またそれ以下の患者さんにおいては一般的に抗がん剤の毒としての側面が強くなるというふうに言われていますので、まあ、元気に過ごせなくなってしまう対象なんじゃないかということで、まあ、抗がん剤のメリットが少ないというふうに考えられています。さらに2つ目としては、最近患者さんは高齢者の方が増えていますので、このように包括的高齢者機能評価、まあ、簡単に言うと、まあ、ご高齢の方の詳細な元気度合いの評価というものも行ってまいります。まあ、ご高齢の患者さんは同じ年齢でもとても元気な人から、まあ、元気でない人まで、まあ、当然まちまち、より多彩な集団として存在しています。標準治療というのは元気な患者さんを対象とした根拠から成り立っているものなので、治療工夫しないとですね、高齢の患者さんは副作用で元気に長生きできなくなっちゃうということがあります。まあ、このような背景から、まあ、この年齢ですとか身体機能、まあ、この支援者の有無、そして、まあ、併存疾患、あと栄養状態ですとか、まあ、この認知機能、そういったものを中心に確認して、どのような抗がん剤のリスクがあるのか、どのぐらいリスクがあるのかを事前評価するということがガイドラインでも推奨されております。まあ、具体的には多少リスクがある患者さん、こういった、ま、紫の方ですね、こういった方には投与量や薬剤のその数そのものを減量する、減らす、またはこの赤い明らかにリスクの高い患者さんというのは抗がん剤をあえてやらないという形の方が元気に過ごせるという形で線引きを行っています。昔はですね、こう抗がん剤というのは歯を食いしばって行うものというイメージがもしかしたら、まあ、持たれている方が多いかもしれないですけれども、まあ、現在は副作用を軽減する薬剤というものも十分発達しておりまして、比較的楽に治療を受けられるようになっております。例えば予防的に使う生徒剤、吐き気止めについても、昔はこのステロイドしかなかったんですが、まあ、現在これだけの種類が、まあ、予防的に使用することができるようになっております。まあ、このような支持療法についての知識も私たちはアップデートしまして、まあ、患者さんにできる限り前向きに治療を続けてもらえるように工夫しております。ここまでで患者さんの元気度をしっかりと評価した上で、まあ、次は具体的な治療の選択をということになるわけなんですが、その上で重要となるのがこの2番目の遺伝子変異の検査ということになります。2024年現在、大腸がんにはこれだけの薬剤が保険承認されております。大別しますと、このいわゆる従来の抗がん剤と言われるような殺細胞性抗がん剤と言われるものと、がんの増殖における重要な分子、そういったものを、まあ、選択的に攻撃するような分子標的薬というものの2通りに大別することができます。これらを選択するにあたって、今たくさんあったと思うんですが、私たちは RAS と BRAF と MSI または MMR もしくは HER2、 こういった4つの項目を治療前に評価をするというふうにしていまして、ガイドラインでもそのように推奨されております。一つ一つ見ていきますと、RAS は大腸がんで 50% と頻度の高い遺伝子変異ですけれども、まあ、変異がない患者っていうのは、まあ、なぜ調べるかというと、この治療に結びつくからですね。この EGFR 抗体と言われる薬のパニツムマブやセツキシマブといった治療の効果が期待できる集団というふうに言われています。BRAF の変異がある患者さんというのは大腸がんの 5% ぐらいですけれども、まあ、頻度は少ないですが、この変異がのある方というのはややちょっと立ちの悪いがんなんじゃないかというふうに言われていて、まあ、しかしながら最近この二次治療以降で BRAF をターゲットとした併用療法が開発されていますので、口述しますけれども、まあ、使用できるようになっております。この MSI ハイですとかディフィシエント MMR というんですけれども、まあ、こういった状況を見ることで、これ全体の 3% というふうに言われていますが、こういった患者さんは明らかに今度はがんの免疫療法ですね、免疫チェックポイント阻害剤と言われるものの効き目が非常にいい集団というふうに言われています。で最後に HER2 に関しては、これは陽性ですと、これも 2-3% と少ないですけれども、まあ、一時治療ではこの EGFR 抗体薬、先ほどはこちらが効果が期待できると書きましたが、こっちは乏しいというふうに言われていまして、この HER2 をターゲットとした治療というのも3次治療以降で使えるということになっています。まあ、このように大腸がんは消化器がんの中でも、がんの遺伝子変異に基づく治療というものが進んでいるがん種というふうになっております。最後にこの3つ目、この左か右どちらの大腸から発生したがんなのかということなんですけれども、
面白いことに左右ではですね、大腸がんの遺伝子学的な性質が違うということが近年判明しています。具体的には左右はこの左の上腹部の曲がり角の肥満極というところを部分境にして分かれているんですけれども、まあ、このように見つかる、まあ、がんの遺伝子の変異の種類というのが違うということが分かっています。まあ、このような背景から、まあ、このラス変異がないまたはEGFR 抗体の効果が高いと思われている対象でも、まあ、実は右側ではそういった変異がなかったとしても効果が弱いんじゃないかというふうに言われていまして、逆に左側ではそういった患者さん特に効きやすいんじゃないかというふうに言われていて、まあ、この左右というのも治療選択の方に必要と考えられております。まあ、そこで日本国内でですね、この EGFR 抗体っていうのを、まあ、例にこの他の分子標的薬で用いる、まあ、ベバシズマブという薬があるんですけれども、まあ、これも後で詳しく説明いたしますが、これらを用いた治療を比較するような臨床試験というのが行われて、このラス遺伝子、変異がない患者さん、野生型の患者さんにおいて左と右で、この2つをそれぞれ比較したという臨床試験がございます。本試験ではこの日本人823人を、まあ、どちらも固定するような標準治療である 5FU オキサリプラチン、フォルフォックスといわれる治療の、まあ、2剤に先ほどのパニツムマブもしくはベバシズマブを用いた治療に1対1に割り付けております。で、結果的にどのぐらい長生きできたかということを検討しているわけなんですが、これ結果ですね、ざっくり上にある治療の方が患者さんが長生きしているということでいい治療ということになるんですけれども、左の大腸がんの結果を見るとパニツムマブ群はベバシズマブ群と比較してこの全生存期間といわれる、まあ、有意な非常に延長しているという効果を認めまして、まあ、さらに同群では、まあ、EGFR 抗体を上乗せした方が長生きできるということ可能性が高いことが分かりました。で、反対にこの右側でどうかということなんですが、まあ、逆にですね、この全生存期間の差というのは認められませんでした。で、むしろ無増悪生存期間、これはこの治療が効かなくなるまでの期間ですが、これに関してはアバスチン群の方が良かったということで左右で異なる結果になっております。まあ、このことからも、まあ、左右をしっかり見て治療するということが、まあ、薬剤選択によって大事だということが分かります。以上の3ステップをもとにして薬剤選択を行っていきます。 MSI 肺を除く一般的な大腸がんの一次治療二次治療の治療選択というのは、まあ、このようにですね、フォルフォックス、フォルフィリ、フォルフォキシリ、ヘイポックス、ソックス、アイリスといった、まあ、これらの3種類のうちの、まあ、2種類または3種類をこう組み合わせて、まあ、いくそういった治療を軸にいたします。で、この相方としてですね、分子標的薬である血管新生阻害薬またはこの EGFR 抗体薬といったものをこの遺伝子の変異とかあとはがんの発生部位に応じてまあそれぞれ組み合わせていく、結果的には3剤または4剤の組み合わせが主になります。二次治療は特に特殊な変異がない限りはこのオキサリプラチンまたはリノテカンのうち、まあ、使われてない薬をフッカピリミジンと併用して、まあ、血管新生阻害薬というのは相方に使うということが多い治療になります。で、まあ、抗がん剤のこのいろいろ治療法があるんですが、まあ、副作用のことですね、やっぱり気になると思いますが、全般としては、まあ、だるさ、吐き気、食欲低下というものがやっぱりイメージ通りかと思いますが、これが大体最初の1週間ぐらいで、まあ、特に吐き気とか多く認めます。で、まあ、さらに骨髄抑制というですね、免疫細胞の低下ですとか、まあ、赤血球とか血小板ですね、そういったものの低下というのは大体、まあ、特に好中球に関しては2週目の真ん中ぐらいでピークを迎えるというふうに言われています。ここで一次治療、二次治療でよく用いる先ほど示した抗がん剤の具体的な特徴というのを簡単にお示しします。このフッカピリミジンというものは注射製剤である 5FU と、あとは内服製剤であるカペシタビン S1 が主に使われます。5FU は基本大腸がんでは46時間持続投与が必要という治療になっていて、写真のようなですね、CV ポートと言われるものを肩口に埋め込んで、携帯型持続注入ポンプ、こういった水筒みたいなサイズですね、これをポンプにポートに接続しまして、まあ、基本外来で治療が可能なものになっています。で、投与日は入浴は難しいですが、シャワーとか可能でして、投与日以外には日常生活制限はないです。で、副作用に関しては下痢とか口内炎、色素沈着、あとはまあ悲しくもないのに涙が出てくる流涙、そういったものが挙げられます。まあ、特にあとはゼローダに関してはこの手足症候群と赤い痛みを伴う豆ができるというのが特徴的となっております。
オキサイプラチンとイリノテカンはフカピリビジンと併用する相方として非常に重要な薬剤です。でいずれも注射薬で、まあ、どちらを併用しても効果は同等というふうに言われています。オキサイプラチンはですね、代表的な副作用は冷たいもので誘発されるしびれというのが特徴的で、まあ、使い続けていくと蓄積して抜けにくくなっちゃうので、様子を見ながら計画的に中止をするという形で私たちは治療を行うことが多いです。でイリノテカンに関しては、まあ、髪が抜ける、あとは下痢が出る、まあ、投与直後に汗かいたりとか腹痛が出る、そういったことが特徴的で、まあ、頻度の低いものとしては特殊な薬剤性肺炎が挙げられます。でこの、相方として先ほど用いる分子標的薬といったものの一つにはですね、まあ、ベバシズマブが代表的なんですが、それ以外にも ラムシルマブ、アフリベルセフトといった、まあ、血管新生阻害薬がありまして、効果を底上げしてくれる優秀な相方というふうに言われています。まあ、効果としては主要の血管がこのように作られて周りを覆っているんですが、これらを防いでですね、がん細胞を兵糧攻めにしてあげるようなイメージです。で副作用としてはここに書いてあるのは高血圧、タンパク尿、出血、まあ、血栓症、あとは頻度の低いものとしては腸管穿孔、ちょっと怖い名前ですが、そういったものも、まあ、全くないわけではないということになります。最後に、格論最後ですが、このラスは野生型で左側の大腸がんの場合の相方の分子標的薬として用いるのはセツキシマブ、パニツヌマブといった抗 EGFR 抗体と言われるものです。でいずれもこれらは点滴の治療薬で、まあ、副作用としては治療直後の発熱ですとか、まあ、皮疹などが起こるインフュージョンリアクション、あとは、まあ、ニキビみたいな皮疹ですね、あとはその皮膚の乾燥とか、そういったものが出てくるような、こういう写真のような感じですね、皮膚症状、あとはこの間質性肺炎、あとはこのマグネシウムイオンの低下というのが特徴的になっています。まあ、皮疹は高頻度な副作用ですけれども、マネジメントをしっかりできればですね、出てきた方が実は効果が高いという報告もありますので、まあ、予防薬をしっかり使ったりですとか皮膚科との連携というのも重要になってまいります。まあ、今の流れをまとめて説明しますと、まあ、一時治療では以上の3ステップをもとにですね、このようなフローチャートに従いまして、まあ、先ほどの薬剤の副作用にそれぞれ注意しながら、まあ、薬剤選択をそれぞれ行っていくという流れになります。次に特徴的な遺伝子変異があって、それに対する治療が推奨されるケースについて紹介します。まあ、具体的にはこの MSI-HI、MMR タンパク欠損、DMMR と言われるような状況の、まあ、一次治療の、まあ、免疫療法、ペンブロリズマブというお薬ですね。あとは、二次治療で、BRAF 変異がある方に対しての、エンコラフェニブ、セツキシマブという治療に、またプラスマイナスビニメチニブというのを用いた2剤または3剤の併用療法、そして、セツキシマブ、あ、ごめんなさい、HER2 の、陽性例、すみません、HER2 陽性例に対する、まあ、3次治療以降のこの HER2 を抑えるようなペリスツマブ、トラスツマブ、そういったものが、まあ、よく用いられております。まあ、まずこの難しい名前がたくさん出てきましたが、MSI や MMR って何なんですかということをご説明させていただきます。まあ、すごい簡単に噛み砕いて説明しますと、通常細胞が増えていく際にはですね、 DNA 設計図の情報もコピーされていくんですけれども、まあ、時々このように間違いが出てきます。この間違いというのは、まあ、普段ミスマッチ修復タンパクと言われる MMR というものによって取り除かれます。まあ、しかしながら、がん組織におきまして、この MMR の機能が落ちてしまっている場合ですね、このエラーが直されないでどんどん蓄積していくということが起きます。このエラーが多い設計図である DNA を翻訳して細胞を作ると、当然通常とは異なる物質を多く含むことになりますので、まあ、このような状態っていうのを MSI-HI もしくはディフィシエント MMR と検査の方法によって呼び上げることになります。でこのような状態のがんにはですね、異物として体の免疫が働きやすくなるということが言われています。で免疫療法というのは標的となる物質をがん細胞上に見つけると、こうやって攻撃しに行くわけなんですけれども、がん細胞というのは免疫の攻撃力を弱めるこの PDL1 というような、まあ、チェックポイント、免疫チェックポイントと言われるものを、まあ、表面に出していまして、これは免疫細胞上にある PD1 という物質とこうやってくっつくとですね、免疫から、まあ、弱まって逃げてしまうという形の、まあ、性質を持っています。この免疫のブレーキと言われるようなものを、まあ、外す薬がこの免疫チェックポイント阻害薬、まあ、いわゆるがん免疫療法というものですね。でこれによって、まあ、特にですね、この MSI-HI とか DMMR ではこういった治療がよく効くというふうに言われています。まあ、実際このような種類の大腸がん MSI、DMMR の患者さんを対象とした臨床試験でもですね、まあ、通常のいわゆる殺細胞性抗がん剤、いわゆる抗がん剤と比べても、この上にあるようにこの、ペンブロリズマブという薬が、まあ、生存期間を優位に伸ばしたと、まあ、非常によく伸ばしたという結果が報告されております。
で、この免疫療法はお示ししたように画期的な治療なんですが、まあ、免疫のブレーキを外すということがありますので、がん以外の、まあ、臓器への免疫の暴走として、まあ、免疫関連有害事象 IRAE というものがございます。まあ、このように全身臓器にですね、もう要するに免疫の暴走なので多彩な有害事象を呈するというふうに言われていまして、注意が必要です。まあ、ただし、まあ、早く見つけて治療すればですね、あの命にかかるようなことは私たち、まあ、医師最近多くこういった薬を処方してますが、まあ、命にかかるようなことにはまずならないです。何か気になる症状があればあの患者さんの方からですね、早めに相談していただくということも大事になってまいります。まあ、次に BRAF V600E という遺伝子変異の治療について説明しますが、まあ、大腸がんの 5% ぐらいで右側の大腸と、まあ、比較的若い方は腹膜破臭というお腹にがんが散らばるようなそういう転移の仕方をしている、まあ、特徴的なものがありまして、あと低分化型と言われるようなタイプが多いというふうに言われています。で、まあ、そうしてちょっと立ちが悪いものが多いということなんですが、まあ、ちょっとこれは難しいのであの簡単にですが、細胞分裂する際にはですね、このようなあの、まあ、はしごみたいな感じで順番にシグナルが、信号がこういうふうに伝わっていくんですね、物質に。それでこのがんはですね、一部のこういったシグナルが入りっぱなしになっちゃうことで、まあ、物質上に増えていくわけなんですが、この BRAF 変異というものがあるタイプのがんではですね、ここを中心にターゲットにしまして、この周辺の EGFR とか MEC といわれるも同時に抑えるような併用療法というのが近年開発されております。で、このビーコン CRC という試験が代表的なんですが、まあ、二次治療以降のこういった BRAF 変異例の、まあ、このエンコラフェニブとセツキシマブの2剤、もしくはそれにビニメチニブを加えた3剤というのを投与する治療というのが、まあ、今まで既存の殺細胞性抗がん剤、いわゆる抗がん剤よりも優れた結果を示したというのがこちらに載っております。でこの結果からこの BRAF 変異例における二次治療というのはこの3剤もしくは一部2剤を用いた、まあ、ビーコン CRC レジュメンというのが推奨されております。このエンコラフェニブとビリメチニブは、まあ、飲み薬で毎日のものですね。でセツキシマブに関しては1週間に1遍もしくは2週間に1遍の治療と点滴の治療となっております。最後にこの HER2 陽性例というところに関する治療になりますが、まあ、HER2 は大腸がんの 3% 程度に陽性になりますが、これに対する HER2 療法の、まあ、トラスツズマブとペルツズマブといったものの併用療法によって、まあ、このようにですね、3割ぐらいの方でよく小さくなりましたよという報告が日本から出ています。まあ、この3割という数字は、まあ、他の3次治療以降で使う治療とどのぐらい違うのかというのを見たときに、これはあのアーカイブで、まあ、患者さんの成績を保管しているデータベースから持ってきた数字みたいなんですが、まあ、このようにですね、ほとんど、まあ、0% に近いということで、まあ、一目瞭然の差があるということで、HER2 陽性と言われた方には、この HER2 をターゲットにした治療がいいんじゃないかというふうに考えられております。大腸がんの、まあ、治療というのは、まあ、様々なものがあるわけなんですが、まあ、これだけではなくてですね、今後もさらなる治療の展望というのがございまして、まあ、最後に、それらを一部紹介しておしまいにしたいと思います。この具体的にはですね、新薬としてはこの2つが一応今注目されておりまして、フルキンチニブというお薬と、あとはこの KRAS-G12C、このさっき申し上げたラスの変異ですね、ラスの変異の中でも KRAS という種類のものの、G12C というタイプの種類、変化、そういったものがある方には特徴的なお薬が今開発が進んでいます。またはこの免疫療法でもですね、先ほどペンブロリズマブという抗 PD-1 抗体と言われるもの1種類だけだったんですけれども、まあ、今これだけじゃなくて CTLA-4 という別の免疫チェックポイント分子と言われるものの阻害剤のイピリムマブですね、そういった抗体製剤の2種類を組み合わせるようなより強い免疫療法というのがいいんじゃないかということで、これの検討も今行われております。現在このフルキンチニブというまあお薬に関してですが、中国からこれ開発されたマルチキナーゼ阻害薬と言われるものですが、これ今日本の国内承認に向けて詰めの段階に入っていると聞いています。でアメリカではすでにこの FDA が承認していまして、まあ、有効性がもう示されているんですが、まあ、簡単に言うとこの手足症候群と言われるこう困った副作用がですね、ちょっと頻度が低い、まあ、使いやすい薬なんじゃないかというような形で我々も期待しているところでございます。で次に大腸がんでもですね、この頻度が高いにもかかわらず、まあ、この治療薬の開発に苦戦していたこのラスというもののうちの KRAS についてもこの開発が進んでいるわけなんですけれども、この大腸がんの 3% に当たると言われるこの KRAS-G12C という遺伝子変異例に対しては、まあ、KRAS-G12C 阻害薬と先ほどの EGFR 抗体
まあ、そういった2種類の併用療法が現在開発が進められていまして、まあ、良好な成績が示されております。肺がんでは実は先だってですね、この K-RAS-G12C 阻害薬 このルマケラスというお薬がすでに承認されていまして、まあ、大腸がんでもこういった併用療法という形で、まあ、承認が期待されるような結果が、まあ今年の学会でもいくつか出ておりました。まあ、さらにですね、この MSI 肺に対しての、免疫療法の進化というところに関しても、これも今年の学会で期待される結果が出ました。で、この MSI 肺の大腸がんに対して、このニボルマブ、イピリムマブという先ほど言った、まあ、2種類の免疫療法の併用療法が、この殺細胞性抗がん剤で、まあ、従来の抗がん剤治療と比較して、この、まあ、これ治療始めてからこれは効かなくなるまでの無増悪生存期間といったものを、まあ、このように大きな差が出てですね、大きく延長したというように報告がありました。まあ、この、まあ、今後ですね、ニボルマブ単独療法も実はこの試験ではアームがあって 3群比較試験になっているんですけれども、こういった1種類だけの免疫療法との比較がどうなのか、あとはこれは治療が効かなくなるまでですが、実際患者さんがどのぐらい長生きできるのかって、全体見た全生存期間というものの結果に関してはまだ結果が出てないので、こちらに関しては、まあ、より期待したいかなというところでございます。まあ、このようにですね、現在遺伝子による、まあ、治療の個別化が進んでいる、まあ、大腸がんですけれども、大腸がん全体で見られる原因遺伝子とその頻度についても明らかになっておりまして、まあ、これちょっとビジーなスライドなんですが、新しいターゲット遺伝子に対しての治療開発が、先ほどの、まあ、K-RAS-12C もそうですけれども、開発が盛んに進められています。で、まあ、まさにですね、遺伝子変異を見つけたらそれにパズルのピースを合わせていくような形で、まあ、薬が、まあ、どんどん開発されて、それに対しての臨床試験が盛んに進められている状況でありますけれども、まさに大腸がんにおいては、まあ、このオバマ前大統領が発言していたこのプレシジョンメディスンというものが進められている、まあより進んだ、まあ、消化器がんの種類でございます。でも今後こういった遺伝子変異に応じた、まあ、個別化治療の開発っていうのが進んでいくことに期待したいと思います。でこれが最後のスライドになりますが、今までのお話のまとめになります。最適な治療を選択するためには、正確な診断ですとかステージの判定というものが当然重要になってまいります。でその上で、まあ、抗がん剤を用いる場合には、まあ、治療の目的について、術後補助、術前術後補助なのか、それとも、まあ、長生きのためにずっと使うのか、あとは、元気度と効果のバランス、そういったものを考えて選択していくことが大事になります。で大腸がんの抗がん剤は、まあ、先ほどの元気度合いですとか、それに加えて遺伝子の変化ですね、遺伝子変異の結果と、あとは、原発層の部位左右から、適切な治療を選択するという流れになっております。で今後は、まあ、遺伝子変異に基づく個別化医療の発達および治療の細分化が進んでいくことに期待したいと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。本日は、患者さんを代表して大腸がん経験者の、田中さと子さんにも、ご登壇いただきます。はい、皆様はじめまして、田中さと子と申します。私は今から15年前の2009年に下行結腸がん肝転移ありのステージ4というふうに診断されました。その後、治療中に肺への転移もありましたので、その後ですね、大腸の切除を、まあ、まずしたんですけれども、結局、肺の腫瘍も肝臓の腫瘍も手術で切除していただいて、でその後も、抗がん剤治療を続けまして、でその結果、2015年に治療を終了しました。そして2019年には経過観察も終了しまして、現在では、通院することもなく普通の生活を送れております。ありがとうございます。私がガンを診断された時は、まだ子供が4歳だったんですね。はい、なので診断されたステージ4の大腸がんで、肝臓にも腫瘍があって手術もできませんと言われた時に、まず最初に主治医に言ったのは、私子供がまだ4歳なんですって、だからどうしてもまだ死ねないと行きたいですということは伝えました。あとはすごく細かい話なんですけれども、入院生活の間、はい、子供が面会に来ることを許してほしいということと、あとなるべく入院期間を短くしてほしいということは主治医にお願いしました。
なるほど。あ、そうですね、入院期間短くっていうのは特にやはり患者さんが強く希望されるところなのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この MSI とかMMR と言われるものを調べるはですね、一応今のところガイドライン上では術後の補助化学療法の選択といったところまでになっていると思いまして、術前ですとかそういった手術の前にそういった検査を行って治療を変えるといったことの根拠は今のところないというふうに考えられています。ただし、最近ですね、特に直腸がんの一部ですね、やっぱり直腸肛門に近くなってきますと、やはりその手術をすると人工肛門をどうしても作らなきゃいけないとか、その患者さんのすごい QOL が下がるということもあってですね、そういった臨床試験としてこういった免疫療法はよく効く患者さんに、こう免疫療法だけでですね、例えば手術を省略したりとかできないかという究極的なこういう臨床試験というのが、最近、進められるような、そういった結果もですね、学会で一部参見します。ですので今後そういったことになればすごい面白いかなとは思うんですけれども、今のところはですね、こういった MSI、MMR というのは、術後補助化学療法もしくは、メインとして用いる一時治療以降の、治療選択肢として用いるというのが現状になっていると思います。ありがとうございます。そうですね、MSI、MMR 陽性率はですね 3%、 先生にも提示されたように低いんですけれども、将来的にはですね、そういった世界が本当に来ればいいなというふうに僕たちも本当に思いますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。少なくともこう他の選択肢も豊富にあるような大腸がんにおいて優先的に使うものではないかなというのが私の意見です。で、一応他の大腸がん以外でもですね、例えば胃がんなどでもこの HER2 の治療をよく用いるものですね、この EGFR と HER2 というのは結構この、総合的にこうどちらかに変異があるとどちらかの治療が効かないということはよく報告されていますけれども、大腸がんでもやはりですね、ちっちゃい検討ではあるんですが、HER2 が陽性の方にはですね、こういったセツキシマブ、パニツヌマブっていうのは治療はちょっと効果が落ちるんじゃないかっていうのが一応報告が出ております。ですので、他に相方として、優秀な血管新生阻害薬って兵糧攻めにする薬がですね、これだけでも、治療、がんをちっちゃくする、よりちっちゃくする効果が 10% とか 15% 上乗せされるような結果もありますので、まずそちらを優先して使っていただいて、もし治療の選択肢がなくなってしまって使い切ったけれども患者さんがもうやっぱり元気だから何か治療としても試したいっていう時に、使うオプションには私はなるかなと思っています。なるほど。そうすると、一次治療では基本的には使わないで、三次治療以降でですね、他の選択肢がないという場合に、オプションの治療として使用するっていう、そういう流れでいいでしょうか。そうですね、私一応そういう考えております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大体ラスとか B ラフっていうのは、まとめて調べられるキットがあるんですが、それは大体1週間前後ぐらいで、MSI に関しては早いと1週間強ぐらいですけど、大体10日ぐらいというふうに私は認識しています。で、なので大体2週間以内にはおおむね治療が決められるかなという形で、そのような、いわゆる治療の結果返ってくるようなタイムスケジュールで次の外来を私は設定しています。なるほど。そうですね、そこはすごい大切で、やっぱり結果がですね遅れるとやっぱ治療はその分遅れることになるので、その治療をいつまでにしなきゃ、この患者さんの場合には治療をいつまでにしなきゃいけないっていうことを僕たちもあらかじめ考えた上で治療を計画的に出しておくっていうのはすごく大切だろうなっていうふうに思います。ただ患者さんによってはそうなんですね、遺伝子検査出しますっていうと、また検査されるんですかっていう、また痛い検査されるんですかっていうふうに言われる患者さんとかもいて、最初の病状説明の時に遺伝子検査ってどういうものなんですっていうことをきちんと説明しておくことも大切かなっていうふうに思いました。そうですね、やはり その治療そのものにどれだけ興味があるかによっても人それぞれだとは思うんですけれども、やはりその何のためにその遺伝子の検査をするのか、その検査の結果、あなたはこの薬が合いますよ合いませんよっていうことさえ分かれば、他のことは、
言ってみれば患者さんにとっても関係のない話なので、そうですね、そうですよね。合うか、あの、この検査の結果この薬が使えますよっていうようなご説明をしていただけば、もうそれで十分なのかなと思ったりもするんですけど。なるほど、いや、わかりました、ありがとうございます。それももう本当に身につまされる話ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。まずちょっと私の最初の説明でそれ一部省いてしまってたんですが、この今、うん、あの安藤先生補足してくださいましたように、あの大腸がんの代表的な遺伝子以外にもですね、やっぱりその、まあ、要するに遺伝子って設計図のところだっていうふうに私よく患者さんに言うんですけど、そこの設計図のどこかがおかしいから、まあ、あの細胞があの分裂するアクセルが踏みっぱなしになったりとか、ブレーキがかからなくなって、まあ、細胞がどんどんがんになっていくんだよって話をするんですが、まあ、それをあの網羅的にですね、代表的なものをさらにあのパネルという形で数百種類調べることができるっていう、まあ、遺伝子パネル検査というものが一応あの全がん種で使えるように今なっています。でそれをですね、あの代表的な遺伝子の変異が、まあ、大腸がんでいくつかあるものを事前に調べている上で、まあ、やるべきなのかというところのご質問なんですが、まあ、私はあの、まあ、意味のある検査だというふうに思います。あの、まあ、確かに高額な検査ですので対象はもちろんあのしっかりと選定しないといけないと思うんですが、あのまあ、治療を特にですね、まあ、あの何の遺伝子の変異も出ていないような方ですね、いわゆるラス、ビーラフ、まあ、MSI、パーツ全部、まあ、ワイルドタイプと言われるものだったときには、何か他の設計図の異常があるわけなんですね、大体。なので、そういったものが、まあ、一部治療に結びつく、そういった期待がされる場合には、あのまあ、調べることはまずメリットになるかなというふうに思います。で、まあ、それに、まあ、ちょっと、さらに発展したことを申し上げますと、この一部私が説明したようなその分子標的薬と言われるものの一部にはですね、治療していくとやっぱりどうしてもどこかで効かなくなってしまうんですが、そういった時に、まあ、新しい設計図の異常が出てくるという獲得変異と言われるものがよく出てくることがあります。まあ、今そういったものをですね、治療を行った上で採血でもゲノムを調べることができる検査がありますので、まあ、あのもしそういった分子標的薬というものをいろいろやっている方で、そういった採血でのゲノムの検査を治療後に効かなくなった後に調べると、こうなんか新しい原因がはっきりするかもしれない、それがもしかしたら治療に結びつくかもしれないっていう、そういう形でも私は考えています。まあ、なので、まあ、そういった分子標的薬を受けた方に関してはこう治療が終わった後に採血で確認をするといったことも、まあ一つ有効な考え方かなというふうに思っています。そうすると遺伝子パネル検査って今基本的には保険で1回ですよね。で、先生は大腸がんの場合にはある程度治療が進んだ段階で、パネル検査を受けた方が良いということですね。要するに例えば2次治療、3次治療をやったぐらいの段階で受けた方が良いというふうに考えていいですか？そうですね、あの、ま、そもそもあの標準治療があの使い切る前という形の今縛りがあると思いますね。はい、大腸がんの場合にはやはり1種類目、うん、2種類目の治療がある程度、まあ、効くということも言われてますので、うん、まあ、そういった治療が、まあ、選択肢から外れたタイミングでやはり検査をするというのが一般的に多いかと思います。まあ、その上でやはりその1種類目の治療で、まあ、そこの分子標的薬が使われた場合には、はい、まあ、その可能であればその治療を終えた後の組織をまあ採取する、まあ、患者さんの負担も当然あるわけなので簡単には言えませんけれども、うんうん、まあ、あのそういったのが難しければ、そのさっき言った採血の結果でその遺伝子を確認するということが、あの治療により結びつきやすくできる工夫なのかなというふうに私個人的には思っております。うん、あ、分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。まず前提として、あのやはり抗がん剤治療をその元気に長生きするために行う、まあ、患者さんっていうのは、あの、まあ、文字通り元気に長生きするって、元気に過ごすために治療やっていますので、やはり抗がん剤だけではなくて、まあ、その他に元気にできるような、他に支持できる治療があるんだったら早めからやってあげた方がいいっていうことは、まあ、今の考えだと思います。なので、あの基本的には抗がん剤やりながらできる緩和ケアも全部やっていくという形で、初めからもちろんスタートしますが、まあ、そこでですね、あの抗がん剤でより腫瘍をちっちゃくするような頑張って治療を、まあ、使い切った後でもですね、まあ、私が注意して、まあ、患者さんにお話しするようにしているのは、あの抗がん剤の治療が終わったという形であっても、
治療が終わったわけではない。他にもですね、この痛み止めとかと緩和ケアをしっかり行ってあげるということは、それだけでもすごい大事な治療なんだよということをしっかり患者さんにお伝えしてあげて、まだやることがしっかりありますよということを伝えてあげるということで、患者さんに、私はまだ治療を受けられるんだっていう、そういう安心も、持ってもらえればなというふうに、そういうコミュニケーションをちょっと意識するようにまずしています。で、緩和ケアを、移るタイミングは、なので抗がん剤がやはり毒になるようなタイミングというのはしっかり見極めるということが大事なので、やはりがんが進行してくるとどうしても体力が落ちてしまって、少し抗がん剤に負けてしまうということがどうしてもタイミングとしてはいつか来てしまう、そういった時にやはり無理して治療をしないという決断を、医療者側もしっかりするということは逆に大事になってくる側面というのは必ずあると思いますね。そこを必ず私は見極められるように注意しながら診療に当たっています。ですね、その別のケアをっていうことは特に思ってはいなかったんですけど、私自身がその抗がん剤治療中で最も辛かったことっていうのが、やはり多くの方がそうだったと思うんですけども、吐き気にすごく苦しみました。で、私がちょうど2009年から治療してまして、ちょうど新しい薬が出たよっていうことで、そちらも試したりもしたんですけれども、やはりすごい苦しんだんですね。でもし今後再発とかいうことになって、また抗がん剤治療をするっていうことになった場合、私が最も恐れるのは、やはりまた吐き気と戦わないといけないのかっていうことがもう真っ先に思い浮かびます。で、先生の先ほどの話でも、その吐き気止めっていうのが今ではすごく進歩していて、で、昔はその抗がん剤イコールその吐き気との戦いっていう感覚だったけれども、今はその吐き気で苦しんでいる患者さんはいないっていう、ほとんどいないっていう話をちょっと聞いたりとかもするんですけれども、本当にその今その10年前と違って、今吐き気止めはそこまで進歩しているのかっていうことと、人によってやはり個人差があって、そのやっぱりどうしても完全になくすことは今のところはできないのかなっていうことはちょっとお聞きしたいなと思ってたんですが。ありがとうございます。やはりその文献とかを拝見しますと、その吐き気っていうのが患者さんにとってやっぱ治療中一番辛い症状だってこと、統計的にもそういう結果が出ているというのは拝見したことがあります。で、私もやはりその吐き気っていうのだけで、こう治療のモチベーションがやっぱり下がって、患者さんが下がってしまってですね、どうしても受けたい治療が受けられないってことになってしまうのは非常に避けたいかなと思っています。で、紹介したスライドでも複数今予防薬が使えるようになっていて、特にですね、やっぱり若い女性、痩せ型の女性とか乗り物しやすいような方っていうのは結構吐き気が出やすいって一般的によく言いますけれども、そういった見た感じですね、ちょっと吐き気が強く出そうだなっていう方には、私はちょっと余分にじゃないですけど、そして強めの予防をすることもあります。で、ただですね、先ほどそれでもがん治療の上でその吐き気が完全に消えるのかというところに関してはちょっと申し訳ないですが、やっぱり患者さんによってはどうしても出てしまう方がいるんですね。そういった場合には、吐き気止めも十分使った上で、それでも難しければ薬の量を減らしたりとか、そういったバランスを取っていくってことが大事だと思います。なるほど、ありがとうございます。そうですよね、特に評価でもその医師が評価した場合の患者さんの吐き気と、患者さんが訴える例えばアンケート調査での吐き気って程度は違う、やっぱり医師の方が軽めにとっていて、患者さんは実は より重いっていうようなところもあるので、そういったその帰りをどうやってなくしていくのかっていうのもとても大切な課題だなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、津軽先生、本日は貴重なお話を大変わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。大腸がんの治療っていうのは、さまざまな側面から論理的な根拠に基づいて細かく決められているんだなということがよくわかりまして、安心感につながりました。
また患者の立場としましては、今日お伺いしましたことを診察の時にあれも聞いてみようとか、これも確認してみようって思ってても、やはりじゃあ、主治医の先生の顔を見た時になんか全部飛んでしまって忘れてしまうっていうこともあるとは思うんですけれども、ただ患者として大事なことは、まずは自分がどう生きたいか、何を大切に生きたいかっていうことをお伝えするっていうのが、患者として一番大事なことではないかなと思っています。で、それを簡潔にきちんとお伝えすることができれば、きっとあとは主治医の先生はじめ医療者の方々が、ご自身に最適な治療について一緒に教えてくださったり、一緒に考えてくださるのではないかなっていうふうに思っております。皆様、本日は本当にありがとうございました。本日は長くにわたりましてご視聴いただいて、本当に視聴者の皆様ありがとうございました。また田中さんも本当に治療大変お疲れ様でした。非常にご自身で頑張って治療を受けられたからこそですね、非常にいい結果で今再発なく過ごしているということで、本当にここまで頑張って治療を受けてこられたんだなということで、非常にすごいことだというふうに私個人的に思っています。はい。はい。で、今回、聴講いただいた皆様もですね、大腸がんというご病気に対して、拙いスライドであったかもしれませんが、ご病気に対して少しでも理解を深められてですね、少しでも前向きに、皆様がこの病気、ご病気と、付き合って戦っていけるような、そういうきっかけになればというふうに思いまして、それができれば嬉しい限りでございます。これからもですね、医療者もまだまだ勉強しなければならないこと多くあります。なので患者さんにそういった勉強の末ですね、満足していただけるような医療というのを提供できるよう、またあとは先ほど田中さんの話もありましたが、そのコミュニケーションをしっかりとってですね、患者さんが本当に求めているのは何なのかということを、しっかり聞きながら私自身も精進してまいりたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。オンコロではがんの治験臨床試験の被験者募集や患者向けリサーチの募集を行っております。右上のリンクまたは概要欄からご確認ください。チャンネル登録といいねもお願いします。最新情報のご案内はオンコロラインから。画面のリンクからぜひ友達追加をお願いします。オンコロチャンネル。